松江春時1月15日から1954年11月29日は日本の男性実業家、南洋教発の創業者で初代社長。1876年、現在の福島県藍津若松市で旧藍津藩市、松江久平の次男として生まれる。1895年藍津中学を卒業。特選生として通学していた野口秀代と親交があった。 1899年に東京工業学校を卒業し、大日本政党に入社する。1903年に農商務省の海外実業練習生試験に合格し、ルイジアナ州立大学に留学、同大学院で修士号を取得した。また、全米各地の政党会社を回り、政党技術を学んでいる。 1907年に大日本政党に戻り、大阪工場の工場長となる。この時に、日本で最初の角砂糖製造に成功している。ところが、日東事件の発覚で大日本政党が混乱の極みに達したことと、かねてより台湾での政党業に関心を持っていたことから、大日本政党を退社した。その後、台湾の都力政党、新高政党の経営に参画するが、 両者とも他者に吸収合併されるなどの理由で退社している。1921年、松江はサイパン島とテニアン島の実地調査を行い、この地での政党業の発展に確信を抱いた。内地に戻ると政党業による南洋開発を関係各所に説いて回った。佐藤大公園に立つ松江の銅像同年11月29日、政府と東洋拓殖の協力のもとに、 南洋強発を創業し、その最高経営責任者となった。創業3年目で経営を軌道に乗せ、そしてテニアン島にも製党工場を建設したのを機に、欠員だった取締役社長に就任した。その後、製党業以外にも事業を拡大し、南洋群島における最大の企業へと発展させた。これらの経営手腕から、松江は佐藤王の異名を取るようになった。 また、公員のために、映画館、理髪店、演劇場、酒場など様々な娯楽施設を、サイパン島や他の島々に建設した。1934年8月には、現職社長としては、異例の松江の樹蔵建立に至った。この松江像は、サイパン船の戦火をくぐり抜けて、現在も佐藤王公園のシンボルとして残っている。1940年、 健康上の理由から社長を辞任して会長に就任した。1943年には相談役について南洋共発の経営から完全に身を引くことになった。なお高木総基地が組織した海軍ブレイントラストに海軍省顧問として参加している。この間1941年から1943年まで倉前工業会理事長を務めた。 1954年11月29日、脳一血で死去。この日は、南洋共発の創業記念日でもあった。改名は、県光院伝春穂れ南洋共発大古寺である。会津会会員。民友ネット松江春寺2011年12月1日閲覧、大衆人事録、松江春寺、1海軍士官の改造 P159。 倉前工業会創立100周年記念特集社団法人倉前工業会 P59 2019年11月23日閲覧藍遣い雑誌第61号1937年ありがとうございます